はい、皆さんこんばんは。優しい日本語ニュース1の時間です。このニュースは n h k ウェブイージーなどの優しい日本語で書かれたニュースのホームページを見て、私、ニュース犬が思ったことを皆さんに話します。これらのページに興味がある人は、ぜひインターネットで見てみてくださいね。今日は、 6月30日水曜日紹介するのはパンダの赤ちゃんが生まれた新しいマジックハンドを開発男の人も子供を育てるために休みたいこの3つのニュースですでは始めましょう最近暗いニュースが多いですよね なので、ニュース犬は明るいニュースをできるだけ皆さんに紹介したいと思っています。はい、今日のニュースです。パンダのシャンシャン、もうすぐ4歳の誕生日というニュースと、上野動物園でパンダの赤ちゃんが2匹一緒に生まれたというニュースを読みました。6月12日が、 東京の上野動物園で生まれたパンダ、シャンシャンの4歳の誕生日だったんですって。皆さん、シャンシャンをビデオで見たことありますかとっても可愛いパンダなんですよ。私、犬ですが。はい。ただ、残念ながらシャンシャンは今年の12月31日までに中国に帰らなければならないそうです。 今、なかなか動物園にパンダに会いに行けないので、早く安心して動物園に行けるようになってほしいですね。それからもう一つ嬉しいニュース。パンダのシンシンが赤ちゃんを2匹産んだそうです。どっちも元気な赤ちゃんだそうです。本当に良かったです。 上野動物園で2匹のパンダが一緒に生まれたのは初めてなんだそうですよ。あ、そうだ。上野動物園のパンダのウェブサイトがあるって知っていますかシンシンの赤ちゃんパンダのビデオもたくさん見ることができますよ。ぜひ見てみてください。本当に小さくて可愛いんです。 あの小さい赤ちゃんパンダがこれからあんなに大きくなるなんてちょっと信じられませんね。皆さんはどんな動物の赤ちゃんを見たことがありますかはい。絵の紹介です。一番左は赤ちゃんのパンダ。赤ちゃんの時パンダは赤いんですね。 そして真ん中の絵は子供のパンダとお母さんパンダです。そして一番右の絵は動物園の絵ですね。象とライオンとキリンとパンダの絵が描いてあります。はい。ではじゃあ次のニュースに行きましょう。はい。左の絵を見てください。 これなんだかわかりますかこれはマジックハンドと言います。手が届かないところのものを取るのに使います。ではこれ、どんなところでよく使うと思いますかはい、今日のニュースです。JR 西日本がキャッチャー。イヤホンも素早く。 というニュースを読みました。電車の駅、ホームで、電車を待っているとき、線路に何か落としてしまったことありますかもし落としてしまったら、自分で線路に取りに行ってもいいですかもちろん、ダメですよね。駅の人に話して、 取ってもらいます。でも、駅の人はどうやって落としたものを取ると思いますかはい、そうです。さっきのマジックハンドで取るんです。でも、今、新しい問題があります。最近、使う人が多くなったもので、落としやすいもの、なんだかわかりますか はい、そうなんです。スマホやワイヤレスイヤホン。これは今までのマジックハンドでは小さすぎて取りにくいんです。そこで今、電車の会社はいろいろな会社と相談して新しいマジックハンドを開発しているそうです。このニュースでは JR 西日本が 新しいマジックハンドを開発したというニュースです。今までのマジックハンドは先の何かを取るところは交換できませんでした。でも新しいマジックハンドはいろいろなものに交換することができます。例えばワイヤレスイヤホンを取るときは磁石に交換したりすることができます。 うん。便利ですよね。確かに、以前のマジックハンドで、ワイヤレスイヤホンを取るのはちょっと難しそうです。なんか、お箸で豆を取るみたいですよね、うん。スマホやワイヤレスイヤホンのような新しいものができて、便利になると、また新しい問題が生まれる。うーん。 人間って大変ですね。他にそんなことありますか便利なものが生まれたら、その新しいもののせいで生まれる新しい問題。もしあったらぜひ教えてください。はい。一番左の絵はマジックハンド。真ん中の絵は 線路の絵です。そして一番右の絵は線路にスマホを落とした男の人の絵ですね。皆さん気をつけてくださいね。はい。では次のニュースです。今日はパンダの赤ちゃんのニュースを紹介しました。赤ちゃんを育てるのは本当に大変ですよね。 それは人間も同じだと思います。はい、次のニュースです。子供を育てるために男性が休みやすくするための法律というニュースを読みました。子供が生まれた後、子供の世話をするために仕事を休む男の人は少なかったそうです。そこで子供が生まれた後、 男の人が会社を休みやすくするための法律を作ったそうです。どのくらいの男の人が子供の世話をするために休んだのかなえーと、2019年度は7.48%。ああ、少ないですね。子供が生まれたばかりの時は、 女の人も体の調子良くないと思います。そんな時に一人で赤ちゃんの面倒を見るのは大変ですよね。それに男の人も本当は休みをとって子供の世話をしたいけど、同僚に悪いから休めないって思っている人も多いんじゃないかな。だからこの法律はきっといい法律だよね。 この新しい法律、子供が生まれてから8週間以内に男性は4週間休むことができるそうです。そしてこれはとても大切。1000人以上働く会社は2023年4月から子供を育てるために休んだ男性の割合を発表しなければならないんだって。 うん。こうしないとルールを守らない会社が出てくるかもしれないしね。これはいいアイディア。赤ちゃんは家族にとっても社会にとっても大切。だからもっと赤ちゃんが育てやすい社会になるといいなはい。今日の優しい日本語ニュースワンはここまでです。皆さん、 いつもたくさんのコメントありがとうございます。だいたいこれからも1ヶ月に1回の放送になると思います。皆さんのご意見・感想聞かせてくださいね。ではまた。